シテグリッツセーレンドルフ区は、ドイツの首都ベルリン州の行政区である。区高度は06であり、人口は約31万人である。今日では高級住宅地区として知られ、区内には7地区に区分されている。ベルリンの南西部に位置し、ブランデンブルク州の州都ポツダムと接している。トークは2001年1月1日に、ベルリン行政改革の一環として、1920年の オーベルリン成立時からの行政区、旧指定グリッツ区と旧ツェーレンドルフ区が合併し成立した。2010年の指定グリッツツェーレンドルフ区の人口ピラミッドイエスキリストイコール協会、ハンナチ運動の告白協会の中心的存在であった同時に、クラシック音楽録音会場としても名高い。遠くには人々の憩う豊かな自然が広がり、また様々な住宅地区、 商業地区がある。特に西部には、バンゼー、また、クルーネバルト南部には、クルメランケコシュラハテンコがあり、夏には、多くの市民が訪れる。ダーレム地区には、数多くの学術研究機関やベルリン自由大学がある。ゼーレンドルフ地区には、様々な住宅地域、中心部には、小売店が立ち並ぶ、小区画がある。ダーレム南方のリヒターフェルデ地区には、 グリュンダーツアイ時に建築された邸宅団地であるリヒターフェルデ邸宅団地があり、この地区の特徴となっている。また小売店集積地が数箇所あるが大きいものではない。加えて地区南部の一部には第二次世界大戦後にできた住宅地区がある。その東のシ指定グリッツ地区は前述のゼーレンドルフ地区やリヒターフェルデ地区と比べ都市化が進んでおり、中心部のシュロス通りは ベルリン第二の繁華街となっている。南部のズユート園で区域にはかつて邸宅が立ち並み、乱んでいたが、第二次世界大戦でその多くが破壊された。またリヒターフェルデには、ベルリンダーレム植物園、植物博物館がある。人口分布は、非常に異が大きい。指定グリッツ地区とリヒターフェルデ地区に、区民の約半数が居住している。人口密度は、 ベルリンの地区全体でも指定グリッツ地区では高く、これに対して万税地区では低い。なお万税地区は人口では区全体の約3%に過ぎないが、面積では最大であり、区全体の約4分の1を占める。東区はベルリンの区の中で社会構造が最も高い。数々の邸宅地区を抱え、住民の平均収入は比較的高く、また、 失業率は2013年4月30日時点で10.1%と比較的低い。ガーレム地区、ゼーレンドルフ地区の故障地帯や森林地帯、リヒターフェルデ西のリヒターフェルデ邸宅団地は、ベルリンでは中心街に次いで最も人気の高い住宅地に数えられている。区民の平均年齢は2012年12月31日時点で46.1歳と、 ベルリン市内で最高であり、高齢者の最も多い区である。本区は他の急にシベルリンの区とは異なり、典型的な移民区ではない。2012年12月31日時点の外国人の割合は11.6%である。一方、移民の背景を持つ住民の割合は23.7%であった。ただし割合は地区ごとに異なる。区内の小学校全33校のうち、 7校では移民の背景を持つ子供の割合が40%を超えている。都市化地域であるシュテーグリッツ地区では住民の30%近くが移民の背景を持ち、人口密度の低い万勢地区ではこれに対し17%である。大きな移民集団を構成するのはポーランド人、トルコ人、ユーゴスラビア人、アメリカ人、アラブ人であり、この他にアフリカ、 アジアなどの人々が代表的である。ベルリンガーレム植物園、植物博物館グルーネバルト、狩猟宮殿リヒターフェルデテータ区団地にあるエミッシュ帝、ベルリン自由大学、ノーマンフォスター設計の文学、語学図書館2006年からセディと同盟90、緑の塔は区議会で特票共同体を構成している。ベルリンの4カ国占領地口地図教のトークの全領域は、 第二次世界大戦後、1945年から1990年までは、アメリカ管理地区であった。この他にも、旧テンペル報復、旧シェーネベルクク、ノイケルンク、旧クロイツベルククの区域も同様であった。詳細は、ベルリン冷戦時代を参照。2001年からの歴代区長は以下である。合併前の旧シュテーグリッツクと旧ゼェーレンドルフクの歴代区長は、 当該記事を参照。詳細は指定グリッツ・セーレンドルフ区の紋章を参照。トークの紋章は名称の由来となった指定グリッツ地区とセーレンドルフ地区のものが元になっている。その他の地区の紋章は考慮されなかった。トークの紋章はベルリンの行政区の紋章の構成に沿ったものである。1920年から2000年までの旧指定グリッツ区と 旧チェーレンドルフの紋章も、すでに、プロイセン王国の村としての紋章が利用され、これに、ベルリン市の一部であることを示す、城壁感を加えたものであった。今日の紋章は、2003年3月25日に、ベルリン市政府から授与された。紋章記述、金字に、緑の地面から伸びる黒の幹を持つ、松の木が立ち、縦の下部には、銀色の波形模様がある。 縦の上部には赤い爪と舌を持つ、わしの頭。縦の上部には赤く三つの塔がついた、城壁感があり、中ほどのものには、ベルリンの紋章がつく。松の木と縦の下部の波形模様は、ゼェーレンドルフの紋章から取られたものであり、この地の豊かな森と水を表している。わしの衣装は、シュテーグリッツの紋章に由来し、城壁感は、ベルリン前区の紋章に共通する衣装である。 遠くには、以下の都市と、姉妹都市協定を結んでいる。AB ベルリン州における2019年6月30日時点の登録人口、資料、ベルリンブランデンブルク統計局。アービーツラシグカッツアトラス、アービーツラシグキットインベルリン、トソロンウントクエトミン,ンデアスタットウントインデン、ベザーキンイン、ベルリーナーモーゲンポスト、バーリン1で、2013年6月15日閲覧。 abc, スタタスティシャーベレクトアインウォネリネウントアインウォナーイムラントベルリン am31, デトセンバー2012、ベルリンブランデンブルク統計局。2013年6月19日閲覧。d, ベザックスバードネティンバーサンランディスクシャーット、インタグレシャンスパリットックインシュテグリッツ、トセランドオフ、イン、ガゼットバーブローシャーマガジーン、デトセンバー2 0 1 2013年6月18日、閲覧。http コロンスラッシュスラッシュ www.statistik-berlin-bran-denburg.deslashstatislashlogin.do.guest="guest&db=" 指ハット方平再建」。ホンベルリン・ベザックスはピンハット。 ボフトラグッドフィアパートナースチアルファトン、バーシクトデアパートナーストデウントビフレインデイトン、ゲメインデン、ランドクレイス、ベルリンで、2014年4月18日閲覧。ありがとうございます。